佐藤さん、シャーペン取ってくれない？あ、うん、いいよ。佐藤さんは人に甘い。佐藤ちゃん、購買で限定チキンカツパン買っておいて。いいよ、いいよ。え、まだ何も。確かに大抵何でもしてくれるよな、佐藤は。佐藤、パン作れないか？最低だよ。いいよ。いいのかよ、ダメだって言わなきゃダメだろ。いいよ。ダメなの。お願い事するからダメって言ってね。いいよ。あのさ、親が借金しちゃってさ、10万円貸してくれない？玲子ちゃんのためだもん。だからダメって言え。おばあちゃんのパンツとか。お前まだその話題引きずってたのかよ。だって人に優しくすると自分も気分いいでしょ。佐藤のひいおばあちゃんって。そこに置いてあるボール取って。いいよ。話の途中。そこの子ごめん、このポスターの端っこ押さえてて。いいですよ。そもそも私、なんで人の言うこと聞きすぎとか疑問に思ったんだろう。ありがとう。職員室に持っていくの？いいよ、私が持って行ってあげる。あ、古見さんも頼みたいことあったら言ってね。佐藤さん。全部はダメですよ。僕が半分持つんで、残りを二人で持っていただければ。しょうがないな、僕も持ってあげるよ。ありがとう、佐藤さん、古見さん、助かりました。人にお願いするのってこんなに緊張するんだ。いや、私何言ってるのか。手伝ってもらうくらいだったらやめろよって思うよね。ごめんね、なんか急に変な。ありがとう。僕もやる。そんなことしてくれてたんですね。1年1組では朝の掃除が日課となった。何を読んでいるのか聞きたい古見さん、聞けない。どうしたの古見さん。目将棋にこんなに興味を持ってくれるなんて、かわいい。これ私が作った詰将棋なんだけど、何手詰めなのかは教えないでおくね。繋がるコミュニケーション、老若男女誰もが繋がれる万丈の奇跡。将棋最高。いやいや、なんで筆取りに行くんですか？飛車で行けばいいじゃないですか。こう、こうして意味なくないですか？で、飛車で詰めていけば後手で。え、いやいやいや、ここはやっぱり動かさないと。あ、授業始まっちゃうね。もやもやしてた。只野くんが考えてたのはこうしてこうで、金に道を止められちゃうの。古見さんもすみません、僕の早とちりでし。ドヤ顔の古見さんも可愛かった。